皆さんどうもこんにちは。文系アクアリストのハテナです。今回はですね、少し語らせてください。はい、実は私 YouTube を始めて2ヶ月ちょうど2ヶ月経過したところなんですが、おかげさまでですね、当初私が思っても見ないような状態でたくさんの方に見ていただけているということで大変感謝をしております。そもそもですね、私が YouTube を始めたきっかけというのが、まあ、もともと YouTube を一視聴者として、非常に私は、はい、大好きだったんですね。で、アクアリウムも私はやっておりますので、まあ、アクアリウム関連の YouTuber さん、動画っていうのをたくさん見ていました。で、まあ、そんな中で私も、はい、YouTube の動画を投稿する、まあ、きっかけとなったのが、まあ、私の本業の方でですね、まあ、動画撮影をする機会っていうのがかなり増えてきたということで、まあ、私全然そっちの方面も素人ですので、まあ、何かその、はい、本業の方のスキルアップにつながるようなことはないかなと思いまして、まあ、せっかくなのでアクアリウムもやってますので、はい、動画を投稿しようということでアップをしています。で、当初はですね、まあ、正直、まあまあ、そんなに続くのかなと思っていたんですが、まあ、まだ2ヶ月なんですけど、まあ、ここまで続けることができたのは、本当にご覧いただいている皆さんのおかげです。はい、ということで、改めて、感謝申し上げます。まあ、こんな動画ですが、今まで見ていただいている方、この動画をご覧いただいている方、本当にありがとうございます。で、皆さんのおかげで、なんとかここまでやってきております。で、今後なんですが、まあ、私はなかなか本業の方もありますので、まあ、週に2本、はい、まあ、最低2本はアップしていきたいなというふうに思っています。まあ、なかなか、まあ、3本、4本、まあ、毎日ね、投稿されている方いらっしゃるんですが、まあ、編集もかなり、まあ、時間がかかります。で、まあ、私の編集っていうのはそんなに大した編集はしていませんが、それでも、まあ、3時間とかですね、まあ、4時間、場合によっては4時間、5時間とかかってくることもありますので、まあ、今後は慣れてどんどん、はい、スピードがアップしてくれば、まあ、さらに投稿するということは可能かもしれませんが、まあ、現状は週2本、まあ、このあたりがやっとかなというふうに思います。はい。で、まあ、私の目標なんですが、まあ、なんとか1年続けたいなっていうふうに思っています。まあ、それ以降のことはちょっと今わかりませんが、はい。まあ、このペースでなんとか1年は続けて、まあ、自身のスキルアップっていうのを、まあ、一番の目標にやっていきたいと思います。まあ、その中で、チャンネル登録者数であったりとか、まあ、総再生時間ですかね。そういったものも、どんどん増えていってもらえれば、まあ、私のモチベーションのアップにもなりますし、まあ、1年後にですね、まあ、収益化っていうところもできればいいかなと思っています。まあ、ただですね、私の目的はあくまで自身のスキルアップっていうところですので、まあ、現段階でこの収益化をしてお金を稼ぎたいっていう思いは、まあ、正直全くありません。まあ、あくまで私の趣味の、まあ、一環という位置づけでやっておりますので、まあ、お金が、ね、それで広告収入とか、まあ、得ることができれば、またこの趣味に使うお金であったり、まあ、この YouTube ですね、動画の質なんかも、まあ、上げることができればいいかなっていうふうには思っていますが、まあ、正直収益化に関しては、まあ、それほどこだわっておりませんし、はい。まあ、今は楽しめればそれでいいかなっていうふうに思っています。はい。また今回からですね、実は一点変わったことがあります。はい。実はですね、私、この、まあ、撮影している機材なんですが、はい。ソニーの α7C というミラーレス一眼、フルサイズですね。こちらを使っているんですが、今までレンズも、まあ、ソニーの 35mmF1.8、はい、という、まあ、非常に安いレンズ、まあ、それでも5万とか、しますので、私にとっては非常に、はい、高価なものなんですが、まあ、そちらを使っていました。で、その、まあ、レンズ、からですね、今回は、
シグマの 28-70mm F2.8 透視のレンズに変更しています。はい、まあ今までのソニーのレンズも非常に良かったんですが、まあ、私アクアリウムもやってその撮影で主に使いたいと思っていますので、ちょっと35mmF1.8 だと寄れないんですよね。まあ、魚に寄った映像っていうのが撮りづらいということで、まあ、今回レンズを思い切って変えてみました。まあ、これも非常に高いレンズで、はい、なかなか最近出たレンズで、まあ、人気の、はい、ものになりますので、手に入りづらいということもあったんですが、はい、今回からはこのレンズを使いたいと思っています。はい、ということで、まあ、こんなチャンネルですが、はい、まあ、素人の YouTube、まあ、素人の、まあ、YouTube としても素人、アクアリストとしても、まあ、素人の私ですが、まあ、ぜひ私の成長する姿っていうのを見ていただければ本当にありがたいなと思いますので、ぜひこれからもご視聴のほどよろしくお願いいたします。